まだ続くよ。アルビン&シマティズ。トリート10月はディズニーチャンネルとディズニージュニアでハロウィンのお話をたくさん楽しんじゃおう。10月2日はディズニーチャンネルハロウィン。びっくりした。怪物と対決するダックテイルズや不思議の国アンフィリアはポーリーが恐怖の大変身。ダメ、何も起きない。10月9日はディズニージュニアギャオーハロウィン。ハッピーハロウィン。ミッキーがギャオー、バンビリーナもウサギの仮装でギャオー。ウサギだ。さあみんなでハッピーハロウィン。ディズニーチャンネルムービー。今以上に良くなることなんてありえないよな。ニューヨークの動物園で優雅に暮らす動物たち。俺たち動物園の外のことをさ、何も知んねえだろ。知らなくても死にやしないだろ。コンクリートジャングルを抜け出してたどり着いた先は、踊るのスッケスッケ、みんなもようこそマダガスカルへ。ここってさ、どこなの？これ動物園の壁の絵にそっくりだ。よし、行くぞ。いい気分だ、キングに戻ったみたい。そう来なくちゃ。ゴー、野生って最高。フォッサ腹ペコ。フォッサ食べ、フォッサが襲ってきたぞ。みんな逃げろ。あいつ助けて。本物のジャングルで都会育ちの雄たけびを上げろ。マダガスカル、10月1日金曜日夜7時、ディズニーチャンネルムービー。サルファースプリングスもきっと楽しいぞ。父さんがトレモントっていうホテルを直すんだって。あのホテルに住んでるの？聞いたんだ、このホテルが呪われてる。あなたが見るのもきっとすぐ。嘘でしょ、見て、本当にいた。その謎を解け。こんなの信じられない。ドラマシリーズサルファースプリングスの秘密、10月2日昼1時30分から4話連続放送。ひらめいた。見習い魔法使いセイディ。これでよし。魔法の修行で人間の世界と魔法の世界を行ったり来たり。やったね。ウサギのギルバートと一緒にやろう。うわ、目指せ一人前の魔法使い。任せて。セイディスパークス、毎週土曜日朝11時から2話連続放送、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、アルビン&シマッピーズ。この後は愉快なダックファミリーとドッキドキの冒険へ出発。ダックテイルズ、この後すぐディズニーチャンネル。ミッキー、世界を股にかけミッキーが行く。こんなミッキー見たことない。よし行こう。短編アニメーションミッキーマウス、ご覧の時間で放送中、ディズニーチャンネル。アニメニマウス。